こんにちは。今回の問題は1998年の灘中学校の入試問題です。だいぶ古い問題ですけれども、問題の内容ですね。A、B、C、D、E、F は全て異なる1以上9以下の整数です。この計算ですね、2つの計算ありますけれども、この計算が成り立つとき、3桁の整数 D、E、F を求めなさいと。こういう問題ですね。まあ、こういうふうな問題、覆面算っていうふうに言ったりとかします。まあ、パッとすぐ分かるのは A の値ですけれども、6倍して、この数がまた6桁の数だから、A は1だなっていうことが分かります。あとは1の位から順番に数を調べていったらいいんですけれども、今回は計算で考える方法を2通り説明していきます。まずはね、数学的なやり方なんですけれども、3桁の数 A、B、C、D、E、F が6倍したら、D、E、F、A、B、C ってなったと。ここでも ABC、DEF っていう形で ABC と DEF がそれぞれ一つの塊になってるんで、この塊ですね。この塊を例えば A とします。で、この塊を E とします。この時 C っていうのは1、10、100、1000、1000の位の数ですね。ね、これが1万の位、これが10万の位ということで、A、B、C、後ろ D、E、F ですけど、一旦無視して0、0、0をします。そうすると、この数っていうのは単純に A、B、C って置いた数の1000倍の数っていうふうに表すことができますね。で、A、B、C、D、E、F、後ろ D、E、F がついてるから、A の1000倍、足す、E と。この数がこういう風にアート E を使って表すことができます。これを6倍すると、同じように DEF、ABC っていうのは、ここに E が来てるわけですね。これは E の1000倍を表して、ABC はそのまま R ですよね。E の1000倍足す R と。そうすると、A の6000倍で R が1個あるから、あの5999倍が E の1000倍から E6 個分引きますから994個分です。さあこれをね、略比していきたいと思いますけど、5999と994ですね。共通で割れる数、994の数が小さいんで、これ一旦2で割れますよね。こっちは2で割れないですね。497っていうのは、これ見てもらったら7で割れることがわかります。じゃあこれ5999、7で割れるから、2と違ってね、パッと見た瞬間に7で割れるかどうかわかんないんですけども、7で割ってみると、785639、857って出ますね。じゃあ E は7で割ってやると、2と71が残ってるから142。あとこれ71では割れないから、あの857倍と E の142倍が一緒だと。そうすると、R と E の比っていうのは147対857と分かる。で、まあこれの何倍かと分からないんですけど、これよう見てみると、R と E っていうのは、足したら999だからそのままあが147、E が857っていう風に分かりますね。ですから DEF を求めなさいって言われたらそのまま857と、こういう風に答えてもらったらいいです。結構ね、難しいやり方と思いますけど、この当時ね、こういうのもね、結構流行ってます。中学入試で。だからまあ、奈良中学校に出てきてもみんな同じような感じで解いてたんじゃないかなと思うんです。で、これはちょっと難しいんですけど、別の考え方していきますね。さてね、今この計算で A、B、C、D、E、F っていう6桁の数を6倍したんですよね。だから、ここの数を1丸とすると、D、E、F、A、B、C っていうのは6丸っていう風に表すことができますね。で、今、これとこれの足し算が999なんです。今、これとこれ足してみましょう。DEF と ABC 足したら、繰り上がることなく999ですよね。ABC と DEF を足したら、これ順番に逆にしてるだけだから同じく999ですよね。どういうことかっていうのをもう一回ちゃんと書いてみますと、
ABCDEF とその6倍 DEFABC を足したら、これが石丸でこれが6丸なんだけれども、ここで分けて考えてやると、ここの足し算ってのは999。ここの足し算ってのも999になってますね。そしてこれ1丸、これ6丸なんだから、これ足したものって7丸ですよね。ということは、元の ABCDEF を求めようと思ったら、これを7で割ってやったらいいんですね。999999。これを7で割った結果が1丸で、これが142857ですね。だから3桁が何かっていうと、857。こういう風に出すことができますね。ちなみにここに出てくる142857って結構有名な数の並びですね。はい、7分の1を小数に直したときどうなるかなんですけれども、はい、1割る7をしたときに、1の中に7ないですよね。だから0です。で、1つ位下げて、10割る7。1個取れて、余りが3ですよね。7で割った時の余りっていうのは割り切れない限り7より小さい整数ですよね。1,2,3,4,5,6,6 種類しかないんですよね。ここで出てくる計算、今3が余ってきたからもう一回今度は3割る7をするんですけれども、3割る7をするっていうことは今から7分の3の値を求めるのと一緒ですよね。こういうふうに余りが6種類出てきて6回繰り返したら必ずあとは今まで出てきた計算と同じ計算になってきますよね。ちょっと続けていきますよね。3は割れないから30にして4。で、ここで余りが2が出てきますよね。7分の2をここから計算するのと一緒です。20割る7したときに14余り6ですね。今から6を7で割っていきますから、7分の6がここから計算始まることになります。8、56。余り4ですね。4割る7を今からしていくんだから7分の4。こういう風に考えていくと、5で35。50ですね。7、7、49。ここで余りが1になるから最初の1割る7をスタートする形になってきますね。また1、4、2、8、5、7と。7分の1は、142857、これを繰り返す計算だっていうことがわかりますね。今の計算してる途中がわかると思うんですけれども、7分の2っていうのは、ここの余り2が出てきてるところの計算ですよね。20割る7したときに、7に14、ここからスタートしてるから、285714を繰り返す数になってます。で、数の並び自体は一緒だから、7分の3考えるときも、小数第1位の数が30割る7で4っていう風に分かれば、4,2,8,5,7,1。こういう風に、これが繰り返す数だっていう風に分かります。ちなみに単純にこれ2倍してもらったら2,8,5,7,1,4で、これを3倍してもらったら4,2,8,5,7,1になります。7分の6だったら、小数第一何から始まるかっていうと、60割る7で8から始まりますね。だから 0.857142。ここの数、7分の1の6倍だから単純に142857を6倍した数が857142になりますね。じゃあここは、これの2倍、これの3倍、これの6倍ってなってますけど、142857、これ7倍した数ってどうなるかっていうと、さっきね、999999999999997で割ったら、142857になってましたよね。で、っていうことは、7倍したものっていうのは、これね、これがずーっと続く数になります。7分の1の7倍、7分の7ですけど、1っていうのと 0.9999 これずっと続く数が同じっていう計算結果になってきますよね。数の並びとしてはね、ぜひ覚えておいてほしい並びですからね。まあ頭に入れておいてください。はい、今回は以上です。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。